はい、どうも、よいふけです。悪魔城ドラキュラ奪われた刻印の初見実況プレイです。さあ、ではやりますかね。これでいいかな。今回はなんかエンブレムを書くみたいな、そういう作業ないみたいですね。これは中世の昔より幾度となく蘇り、人々を恐怖へと落とし入れてきた魔王ドラキュラ。読まなくていいっぽいね。そのドラキュラが蘇るたび、聖なる無知を振るい、人知れず戦い続けてきたベルモンド一族。彼らによって人間は闇を退け、繁栄を勝ち取ってきた。だが19世紀初頭、ベルモンド一族の消息が途切れる。闇への抵抗力を失い、時の権力者たちはドラキュラへの新たな対抗手段を探り始めた。我々の組織エクレシアは対抗手段の一つとしてこの時生まれた。志を同じくする多くの組織が作られ、日々研鑽を重ねていたが、そのどれもが満足な成果を上げられず解体されていった。そんな中、ついにエクレシアの長バーローはドラキュラに対抗しうる驚くべき成果にたどり着いたのだ。だから無知お払い箱になったねそういうことだね。このゲームさ、主人公てかヒロインの女性が美しくて最高だねいや楽しみだなぁ左遷かな。なんか怒ってるね。才能がないってさ確執あるね。これがはい、この男がライバルキャラクターみたいな感じですかね。どういう風に関わってくるのか。あそこなんだ。あ、鍵かかってるのか。そう、なんかこう立体的な家だね立体的だよね。これ建築の仕方にこう難があったんじゃないかね。だいぶそうだね、設計間違ってるよね。いや、進路が間違ってるのかもしれないね なんか前作までのあの悪魔城ドラキュラのDS3 部作か、雰囲気は全然こう違いますよね。でテキストの雰囲気は一緒だね。やっぱりこうね、ドラキュラだなって、セクシー。背中がこう開いてていいよねセクシーですよね。多分美しい背中を持ってないと担い手になれないっていうことだね、きっと。
それはしょうがないよね。3人でって言ってるか、あの思ったよりもだいぶこうちっこい組織っぽいんですよね。なんかアットホームな環境だったんだろうね。銃で武装してるんですかね、この人は。あ、逃げた。そこはなんかねえそこなんか逃げるんじゃなくてさ、あ、これは多分グルフ。今回なんかキーワードっぽいですよね、あ、パッケージの裏側見る限りね。はい、上を押したままにすることで画面にあるグリフを吸引できる。吸引に成功するとグリフを取得し、ハートが10回復。ああ、そうなんだ。これかセクシーはい、特権のグリフ。すいませんねすいませんね。はい、先ほど吸引したグリフを両腕に宿し発動できる状態にする。スタートボタンでメニューを開く。 Y ボタンと X に、あ、はい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 、グリフを割り当てる。スタートボタンでメニュー、グリフってこれか。XY ボタンにこれか。コンフォデレ。こうか。うん。いいの。はい、MP は攻撃を止めると自動的に回復する。これか。あ、MP 減るね。あ、ほんとだ。こう。こんな感じでこう右と左でこう使い分けられるのか。でも同じモードだから連続攻撃できる。うん、左右の腕に宿したグリフを掛け合わせることで新たな強力な術。うん、これか。あ、ハート使ってるね。あ、なるほど。使っちゃってよかった。ハート使ってますね。で、あの手の技で結局使わない気がするんだけど、どうなのかな。この感じか。ちょっと待って。バックダッシュとか、あ、できるね。ちょっと待って。同時に来られるときつい。同時に来られると無理って、あ、ここにすればいいんだ。バックダッシュ、スライディング、リターンジャンプはできないと。うん。うん、なるほどね。楽しいっすね。あとはこう、右左のなんていうか、ね、使い分け みたいなね。はい、さっきの本を取り返すっていうことですね、きっとね。なんか、忘れちゃったみたいだね、あのしょうもないやつの。隠れ家に、なるほど。ん？できるわ、あやつも。
連れて帰ってほしい。ああ、そうなんですか。ボコボコな状態でもいいのかな。スピパセンでしたみたいな感じで言わせてやるよ。この先にはいけるか。あ、ここセーブポイント、よーし、イエーイ。最初のセーブを行った後、あれ、こっち下でいいのかな、上なり、あ、いや、まあ、下、こっち、こっちかな。とりあえず、なんだっけ、あ、これ出口か、これか。廃修道院って書いてありますね。じゃあ行ってみましょう。ここに潜伏してるのか、あのフニャチンが。よーし、行ってみますかね。雰囲気出てますね。ほいほいほい、難しい。連打するの難しい。ちょっと待って、うまく回避しながら。新しいグリフ欲しいね。まあ、敵倒す出るのかな。どうやったら出るんだろう。あの、なんだっけ、ほら、ソウルみたいな感じで。お、新しいやつがいるな。MP 消費するっていうのが、これはなんだ、あ、転送装置か。今回こういう感じなんだ。うーん、右のバリケードぶっ壊して先進むんじゃないの。なんか戦略必要だね、これ。 MP 使うってことはね、だから強力だけど MP 消費がでかいみたいな、そういうグリフもあるかもしれないですよね。わー、アウト、びっくりした。これは、あ、宝箱、今回壊さなくていいんだ。あ、マジカルチケットか。多分バーローの爺さんとかに戻るみたいな。あー、厄介すぎる。厄介だね。とりあえず、なんか、あ、ちょっと、ちょっと。マジ勘弁。コウモリ厄介になったよね。やったら。前のなんだっけ、あの、ギャラリーオブラビリンスの時も思ったけどさ。わ、いかにもバンシール。あ、ちょっと HP っていうか、1しか当たらないんですけど、あ、でも HP 低いぞ。ちょっと待って。よーし、レベルアップ。これは上で開くか。あ、サンダル。今までもしかして素足で、あれ、これ装備どうやんな。あ、これか。普段着。普段着があんなエッチなものつけてるんだね。発言。発言自重。楽しいっすね。やばい、やたらハイテンション。寝起きでしたね。いやー、このゲームやるのすげえ楽しみなんですけどね。あの、実は あれこれは、あ、グリフか。セクシー、はい、磁場を発生させて磁石に吸い寄せられてる。はい、キルクルスを R で発動させると範囲内にある磁石に吸い付くことができる。あ、これか。十字ボタンでシャノンを引っ張ることができる。あ、本当は引っ張れる。R を離すことで引っ張った方向、逆の方向にシャナを飛ばすことができる。なるほど。うん、敵の呼吸を避けたり、いや、こんなもんできるの。こうやって引っ張って、こうか。マジで？こうか。おぉ。なるほど。木綿の帽子。マジか。これか。エッチな普段着と拾ったサンダルと帽子と。あ、馬がいるな。そこはどうやって行くの。あ、ダメだね、ノックバックしないね。ダメだな、ノックバックするとしてもこれかなり短いな。ハイジャンプみたいなのなんか覚えないとダメだ。あるいはこう足場を用意する的な。あ、なんか猫がいる。ここじゃダメだ。ここだったらどうですか。
はい。お、マックスアップでした。イエーイ。こっち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 。あ、こいつ無限脇か。厄介だな。お。ちょっと敵に買ってみるかな。例えばこいつとかさ、あ、出た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 。これはテカーレインジスの剣。じゃあつけてみますか。上がる上がる。うん、これでいこう。上方向にも反対あったですね。お、なんだなんだ。いや、でもこの先、おお、すげえ。あーだあだ、取れる取れる。あ、ダメ、範囲外だからダメ。ダメだね。この範囲を広げるみたいなのもあるのかもしれないか。もう一回やってみる。ダメだね、吸い取れないね。なるほど、ダメっぽいですね。あ、この子か。あ、これで刺激になった。これはなんだ。あ、これ何これ。あ、おっとおっとおっと、下から。あ、なんかある、なんかある。ちょっと、ちょっと、変態が。すいません、変態が。ナイフを投げるか。どうだろうね、ナイフを投げる。こっちにナイフにしてみるか。ね、これか。こっちか。あ、でも、大した威力じゃないな。じゃあ、使い分けてみる。威力が低い以上ね。どうしようか。あ、ちょっと待って。よし、レベルアップした。ちょっと待って待って。あ、倒してなかったのか。操作に慣れるまで。きつそうですね。あ、名前わかるようになった。ちょっと、ゴーストだった。今回ゴースト馬なんだね。厄介だ、無限空き。あれ、これ最初のダンジョンでね、そこそこ難易度あるね。気のせいか。マジカルチケット使うということか。いつピンチになるか分からんからみたいな、そういう配慮か。これ、あ、さっき言いかけたのはさ、あの前作の打開してないんだよね、確かそうだった、うん、にもかかわらず始めると。なんでかっていうとね、僕の実力であれを勝つには 2,3 時間ぐらいやらないと前作のおまけ要素のラスボスが倒してないんだよね。そこまあ若干気にかかってるんだけど、まあなんていうか、そのうちなんかリベンジするかもしれないかなと。あれ、ナイフだとか、ナイフ仕留めればよかったか。でもさ、でもダメージ2ポイントだからね、倒せないね。微妙か。おわーっと、びっくりした。ちょっと待って、ナイフ微妙だということが分かった。これ近接して一気に仕留めた方がいいな。うん、こっちでいいのかな。あ、腐った肉か。おっと、厄介厄介。こんな腐った肉腐った肉ドロップすればいいけど、それをまた拾うという何かの役に立つであろうみたいな。そんな役立つか。なんか役立ちますかね。アンチドーチ、あー、毒かけてくるんだね、やっぱりね。まあ、よく見れば見れますね。経験値稼げそうじゃん。わーっと着実にダメージ受けてるな。どっかでマックスアップとか落ちないっすかね。そういえばポーションみたいなの拾ってないですよね。よし、骸骨厄介だな。一発はないんだな、剣で。あっと、またここの足だったね。あそこまた切り来るっすか。あ、やった、ここセーフポイント。
どうしようか、さらに続けようか。あ、いけそうでいけないな。いや、いけるんじゃないのそれ。もしかしてこう角度つければいいのか。お、いけた。うん、お、やったね。燃費マックスアップ。燃費重要だから、ありがたいっすよね。あそこボスか。あ、これ転送装置。さあ、じゃあボス。どんな感じなのか。あ、またこれで。あ、やばい、変なとこ飛んじゃった。ちょっと待って。あ、よし、倒せた。ちょっと待って、これ、相打ち。相打ちだった。くそ、油断したよな。さあ、今度こそやるぞ。連続攻撃をしっかり出せるにしないと。ちょっと当たっちまったじゃねえか。この辺にいよう。大丈夫か。これをいよいよ回避できる。ちょっと待って。ちょっと待って待って、ここダメでしょ。あ、難しい。あと1回耐え切る。あ、よし、倒した。なかなかこうね、スマートにいかないね。ちょっとまあいいか、練習しようと思ったけど、いいや。無傷で倒せるまで練習しようかなと思ったけど、うん、そうだね、ボコして連れて帰るから、引きずって帰るよ。あ、なんか落ちてる。はい、打開しましたね。近くの村に印、手がかりはこれだけ。なるほど。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようかなと思います。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。